浦和レッズさん、2025年の夏に約77億円の賞金獲得が決定。賞金総額は約25億ユーロで、最初の20億ユーロは米国行きの航空券を予約した32チームに分配される。したがって、資格を折れば最低でも5000万ユーロが得られますが、その他の成績ベースのボーナスもあり、優勝者は約1億ユーロを受け取ることになります。これは、チャンピオンズリーグ出場の可能性から得られる賞金に追加される金額だ。例えば、ベスト16に到達すると、960万ユーロの価値があり、これに現在のグループの結果、過去のランキング、そしてもちろんチケットの売上からの収益を加えなければなりません。出場資格だけで最低5000万ユーロはやっぱ、夢あるわ。浦和バブルが始まってしまう。各クラブ5000万ユーロはマジなら今年の ACL 決勝トーナメント行った組は全力でしょ。来年以降は決勝トーナメントはサウジでセントラル開催らしいし。ホープが5000万ユーロの賞金もらったら失神してしまうやろ。大丈夫か？ CCWC 出場はマジインパクトあるね。 ACL は罰ゲームと言ってて焦り出しても時すでに遅し。浦和出場確定で川崎マリノス甲府にはビッグな夢のある話。甲府の練習環境が J1 になるかも。甲府は練習環境どころかスタジアム立つレベルやな。まあ、2025に確実にその額もらえるかは知らんか。そもそも本当に開催されるのか。その新クラブワールドカップっての欧州のビッグクラブが参加してくれなかったら成り立たないだろう。しかこんな賞金の高い大会日本で放送できるような放映権料で収まるんだろうか。よかったな浦和。